こんにちは、ボイストレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、母音のイの発音について、お伝えしていきたいと思います。ですね、歌を歌っていて、まあ、日々レッスンをしていてもそうなんですけども、結構ですね、母音のイの発音が苦手っていう方が多いんですね。まあ、イとかウですね、ウが苦手だという方が結構多いです。まあ、ちょっと今日はイに特化してですね、お伝えしていきたいなと思うんですけども、まあ、母音アイウェオであると思うんですが、イがですね、一番口閉じるんですね。イとウが一番閉じるんですけど、ちょっとやってみますね。アイウエオ、アイウエオ、こういう感じですね。イはもう口をこう、まあ、横に広げますけども、縦にはすごく閉じていきますので、口、まあ、なんていうんですかね、こう息の通りがすごく狭くなるんですね。なりやすいので、発声した時にですね、まあ、あとかおはですね、比較的通る響く声を作りやすいんですけれども、いに関してはですね、息の通り道自体もですね、塞いでしまうことが結構多いんですね。なので、例えばどういうことかと言いますと、まあ、響かない声が、できるということなので、あはこういう響きに対して、まあ、本来であればイー、まあ、こんな響きができればいいんですけれども、イー、もう息とか声の通り道をぐーっと狭めてしまってですね、結果的に響かない声になってしまうっていう方がすごく多いので、これをまあどう解消していったらいいのかということについてですね、お伝えできればと思います。まあ、まずはですね、顎の角度から調整していきたいなと思うんですけども、まあ、これ個人差あるので、何とも言えないんですが、大体ですね、まっすぐか、もしくは、ちょっと上ですね、斜め45度ぐらいまで、60度とか、まあ、90度はちょっと入れすぎですけども、まあ、60度とかいくとちょっと上すぎるので、まあ、上げても45度ぐらいでいいんではないかなと思います。逆にこう、下げる方もいるんですけれども、下げるとですね、この気道をですね、こうぐっと潰してしまいますので、声出しにくくなると思います。まあ、まれにですね、やってる人もいるんですけれども、あまり出しにくいんではないかなと思いますので、まっすぐか上ですね、ちょっと、上げるぐらいがいいんじゃないかなと思います。この状態で、まずですね、母音のあ、一番やりやすいあでやっていきたいと思うんですけど、あの口の形を作っていきます。で、この状態で発声をまっすぐ発声してあげると、比較的ですね、何も、しなくてもですね、通る声が、作られるんではないかなと思います。ちょっとやってみたいと思います。あーあー、こういう感じですね。で、これ同じ音で今度はイでやっていきます。イイ、こういう感じですね。で、この時にですね、まあ、この角度に関しては個人差がありますので、まあ、ご自身が出しやすい角度でいいんですけれども、イの口の形を作った時に、まあ、横に広げていくような形を作るんですが、その時に口、この口角ですね、口角、口の前の筋肉も含めてなんですけれども、下げ気味にしてしまうとですね、こんな感じになっちゃいますので、なるべく真横かちょっと上げるぐらいがいいと思います。その方が声が抜けていきやすいので、なるべく横かちょっと上に上げるぐらいの方がちょうどいいかなと思います。で、この口の形を作っていただいたらですね、今度は口の中ですね、ちょっと中まではですね、ご自身の感覚も、感覚も重要になってきますので、そのあたりも、なんとなく感じ取っていただきたいんですけども、胃の口の形にした時に、ベロとですね、上顎のこの隙間ですね、こっちが上顎だとしたら、まあ、これがベロですね、ベロだとしたら、このベロと上顎のこの間のこの空間ですね、
この空間をなるべく、開く意識を作っていただけたらなと思います。なんでこれが狭いとですね、どうしてもイーイーこんな感じの声にしかなりませんので、なるべく、角度を作って、なるべくこう、唇も横か、上に上げるぐらいの気持ちで、開いて、口の 中ですね、ベロと、上顎の間の空間をしっかり作る。で、そこまでやっていただいて初めてですね、出しやすいポジションが作れると思いますので、試してみてください。いーあーいーあーいーあーい両方同じぐらいの響きが必ず得られると思いますので、ぜひ試してみてください。例えばですね、まあ、今日たまたまやってたんですけれども、エミオロメンさんの、3月9日のサビの一番最初ですね、がですね、瞳を閉じればあなたが、まあ、こんな感じで入るんですけども、瞳、この入りの日がですね、母音が E なんですね。なのでここがですね、どうしてもこう入りづらいと。しかもちょっと高い音からいきなりヒーって入りますので、ちょっと出しやすいということで、今日たまたまですね、あの生徒さんでこうレッスンをずっとやってたんですが、まあここも同じことが言えますので、試していただけたらなと思います。なので顎の角度を作るとかですね、ちょっとポジション的な話も、多いんですが、まあ、忠実にやっていただくとですね、絶対やりやすくなりますので、ちょっと試していただけたらなと思います。入り口に立ち続けたことは一人じゃないってこと、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。こんな感じになります。なんでイが出ていたのは瞳をのヒですね。あとはまぶたの裏にいることで、いることで、ここですね。まあこのあたりが出てきますので、そこで活用できるんじゃないかなと思います。まあ、E の発声に関して言うと、高い音、ちょっと高いなって感じる音で響きが損なわれてしまう、通る声が作られにくくなる方が非常に多いので、特に高音は気をつけてください。まあ、低音は比較的ですね、できる方も多いので、特に中音域から上ですね、をこのような出し方を意識してやっていただけたらなと、思いますので、試してみてください。それでは本日は、母音の E ですね、の発声方法について、お伝えさせていただきました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。ご視聴どうもありがとうございました。